こんにちは、ゆるこです。つもたしのチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はシグマの14ミリのもう一回 F1.8 じゃなくて 1.4 もう超広角でも大口径なかなかない感じで今から撮ります。もう日中シンクロですごいかっこいい青空で今から撮るので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。でこれは前はシグマは 14mm の F1.8 ってレンズがありました。というか普通に未だに全然普通にたまに使ってます。それも素晴らしいレンズなんだけど、これは F1.4 で、 F1.4 で今この環境で背景をどんな風にボケるとか、日中シンクロのコツもちょっと喋るので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、 初めての人だったら、ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。では、まあ、私が喋ってる間に実際にどんな風に映るかも見せながら撮影します。これが今私のカメラの映像はこんな感じです。これ今 F1.4 にしているこの距離だと背景がこれだけボケてます。ここまで近づけると多分モデルさんにボコボコにされるから、あの超広角でこれぐらいアップはダメです。まずダメです。ただ近く離れていくほど背景もボケなくなる。ここまで来るともうそんなにはボケてないけど、若干はボケてます。ちょっと立体的な感じになります。でちょっとレンズの話は、F1.4 だいたい1.1キロぐらいになっているので、まあ今までのシグマのデジタル設計じゃないレンズとほぼ同じ、まあ1キロちょっと上の感じのレンズなので、まあそんな重いかというと多分そんな重くないけど、あの、まあ、500とか600そういう感じのレンズではない。なので本当に超広角よく撮る人、そしてワイド、あのめっちゃ明るい感じが欲しい、多分星空、星景、このレンズ多分やばいと思います。まあ来週星景も撮るけど、あの星空結構撮ったり撮るけど、多分それをまた動画にします。でどんな風になるかちょっと見てみましょう。で今ライティングをちょっと話します。今どういうことになってるかというと、太陽今超うざい、もううざい、もうこれがないと多分は眩しいかなり。でも今都合よくちょうど撮りたいいいアングルで、あソフトボックスをこの辺に置けばもう結構綺麗に顔を隠せます。なのである意味ブラックボックスはこれでもうできてます。でちょっと撮ります。設定はハイスピードシンクロで始めます。あのこのレンズのもう一つちょっと今まだそこ準備はできてないところが、あの ND フィルターがないです。あの前は ND フィルターつけれないです。そして ND フィルターつけるとしたら、あの3つの方法しかないです。角型 ND フィルターをつけるか、ただそうなるともうでかくなる、ちょっとなんか動きがもうめんどくさくなるんで、それは個人的に一番最終手段になります。で中にフィルターをつける、センサー、カメラのセンサーに磁石で最近出てます。もしもゲットしてたら下の概要欄に URL 入ってます。それがまあ固定になるけど、まあ、ND64 につけたら多分もう ちょうどいい感じ、 F1.4 で日中シンクロが全くストレスなくできるようになると思います。そしてもう一つが、シグマ側のなんかちょっとシグマ用の設計、シグマのなんか専用形のセルファンだったかなんかつけれるところがあります。そこあんまり選択肢がないんだけど、それもちょっと先日1個見つけて、まだ買ってはないんだけど、もしかしたらそれもゲットするかもしれません。でそれも下の概要欄に入ってると思います。入ってなかったらあのコメントでおいおい入れるって言ってたやんけ、入れてください。ではだらだら喋ったらまだ全然撮ってないんで、どんな風になるか見てみましょう。もう一回これで12センチだけです、OK、これでもう完全に隠れました。あの上の頭の上とかも、もしストロボが今のこの状態で光らなければどうなるかというと、ちょっと一回ストロボ消しますね。消します。あ、今ストロボ つけてないです。もうこんな感じでブラックボックスです。被写体が真っ暗の状態になります。そしてストロボを入れると、もう設定は8000分の1、一番もう速いシャッタースピードにしてます。 F1.4 大光景レンズなので、もう
そして ISO を今80にしてます。80でちょうどいい感じ、もうちょうどいい露出になります。かっこいい、これこんな感じの。ちょっとシャープネスチェックを見るとめっちゃレンズがシャープで、背景が若干ボケてます。結構立体的な感じになります。これは 14mmF1.4 で撮影してます。でこれも ND フィルター中でつける、早くつけたいです。あのなんか届くのなんか1週間以上かかるみたいな感じだったんで、 ND フィルターつけたら今のこの距離でさらに2段ぐらいストロボのパワー節約できるので、もっとストロボ離したりとかもできます。今のこの状態でもしこれぐらいのアングルで撮りたかったら、もう後でこいつ消すしかないです。ただ ND フィルターがあればそんな必要がなくなります。で他の設定はもう一回感度80で、感度100より下に行くと白飛びしないように一番気をつけないといけない、あの拡張になるんで、もしかしたら白飛びしてたらあの復旧できない可能性があったりします。ただそこはもう計算してるんで別に問題ないです。でホワイトバランスは 5700K で撮影してます。もう超かっこいい。これは横で撮影してるとこんな感じになります。あやばい、ストロボ今もう本当にフル発光、ハイスピードシンクロでフル発光です。でもう一回ストロボ光らなければどうなるかというと、こういう感じにもう真っ暗です。そしてこの状態からストロボを入れて撮ると、もう自分の好きなカメラ、ライトのアングルと露出ができるので、ストロボがないとテンション上がらないです。これで若干ソフトボックス映っちゃったんだけど、これはもう空しかないので消すのが多分すごい楽だと思います。まあ、楽です。 OK、 これは F1.4 で撮るとこんな感じです。もう一回もう目の中のキャッチライトも見ると、もう普通にソフトボックス、この小さく映ってるけどもう分かるぐらいのレベルです。でこの状態でもっとアンダーにできるか、あの先ほど言ってた通りに今 ND フィルター持ってないのでもう何もできないんだけど、あの絞ります。もうちょっとだけ縦ですごい足も長く映ります。ちょっとローアングルでギリソフトボックスが映る、もうかっこいい、超かっこいい。ああいい感じ。絞るとつまりいつかエンディベルトをゲットすると、どれだけさらにパワーでき、どれだけこの空をもっとアンダーにできるか見てみましょう。そして初めて見てる人だったらぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。あとイエイボタンもめっちゃ嬉しいです。このレンズ気になる人いるか、まあ、ぜひコメントで教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。では今シャッタースピードは250分の1にします。これであと2段ぐらい稼げます、この距離で。そして、絞ります。もう限界の F16 まで絞ります。全く同じ設定でどうなるかちょっと見てみると、もう全然違う。さっきの今の、全然色違いますね、真っ暗になった背景が。もう昼間でこれぐらいもう ND フィルターあるだけで、絞るだけで結構もう変わります。もう今すごいドラマチックな感じになりました。でこの状態ではやっぱちょっと明るくしたいなと思ったら、何をすればいいのかというと、もう絞りを触れば、絞りは環境光とあのストロボのパワーに影響あります。なので絞りはダメです。シャッタースピード 1,2,3 一段シャッタースピード、今明るくすると背景も若干明るくなりました。 1,2,3 シャッタースピードもうちょっと触るとさっきと同じ、これ2段の差はこれです、250分の1を今60分の1にしたら、さっきの写真とこの写真とこの写真の全く同じ露出です。
ほぼ変わらない、もう本当にめっちゃ簡単な数学です。2段だけの差です。そしてもう一回言いました、やっぱちょっと暗くしたいなと思ったら、もう200分の1にするとこんな感じのちょっとアンダーな感じになります。で最後に超広角で絶対やっちゃダメなことを見てからこの動画を終わりたいと思います。ただもう一回ハイスピードシンクロに戻ります。ハイスピードシンクロに戻って F1.4 に戻って、そのまま感度触らない8000分の1にして、まあ、普通に撮ればもう超かっこいい。ただこれ絶対怒られるやつ、怒られるやつ、ここに顔をするともうボコボコにされる、もうそのままぶっ飛ばされる、もう蹴られるおい何してんねんって感じ。もうこっちもダメ、やば、なので顔がもうなるべくこの辺にしか入れることができないです、あの超広角で撮るときは。あと何枚かだけ撮って、あー超かっこいい。ちなみに超広角の撮影のコツの動画を2本アップしてます。まだ見てない人がいれば、多分どっちも 2,3 年前の動画だけど、ぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK 最後、こんな感じです。シグマの新しい 14mmF1.4 のレンズで、背景も若干ボケるのと、もう超いい感じです。ではこれでこの動画終わりたいと思います。もうちょっとライティングの話、これも白いカバー外してます。白いカバー外すとさらに1段以上稼げます。ってことはもうこういう小さなステップいくつかで、もういろんな方法でパワー稼げることがもうできます。ハイスピードシンクロをエンディベルタにすると2段稼げます。これ外すと1段稼げます。これの距離を変えたりするとさらに稼げたりします。そしてこの動画これで終わりたいと思います。このレンズ気になる人いますか、あのシグマの 14mmF1.4。 そんなに重く感じない、なんかちょうどいい。確かに三脚座あるんだけど、ま、多分ガラスが前の方に集中されてるんで、ちょうどここになるとなんかいいバランスになるかな。そんなに重くない、1キロ、まあ、慣れてる人だったら、URL 下の概要欄に入ってるので、ぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。では、コメントを待ってます。また次の動画で会いましょう。バイバイ、エルコでした。イエイもう夏やこれ、はいはい。